皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は、幸運の勇士を使います。珍しいな、キョコじゃないのか。砦に入ったので、使いたかったデッキを、試してみようかなって。お相手は、除血の連撃。ってあれ、このデッキ前見たぞ。第129回でもお相手していただきました。あの回か。若き虎たちよ、方向を響かせろ。最後の最後で要襲が出てきたやつだよな。あの試合は本当にカオスでしたね。お互いわけわかんなくなってましたから。対戦よろしくお願いします。あ、例によってバージョンアップ前の動画だぜ。許してな。それにしても急に虚ことはな。前バージョンで情報された二人の組み合わせは以前から気になっていたんですよ。ということは真ん中二人が確定だったのか。残りのメンバーはサブ号令が欲しくて尊厚、あとはため契約を使うので策がいるかなと思い一石を入れてみましたよ。尊厚も策を持ってるしな。む、伏兵発見ですね。要襲か。残念、無許可おじさんでした。しかも踏んだのは孫策。ついてねえな。おい、孫策を戻すのはいいんですが一石は置いといてもいいかな。その辺で横スライドすればもう一枚踏めそうだな。というわけで騎乗はやめて横に、ついでに王位も取っちゃいましょう。これでだいぶ動きやすくなるな。ですね。いいね。早期は無理ですね。シバロウを取りましょう。やりコンビはどうする。孫策は戻しますが一石は城に張っちゃいましょう。伏兵も踏んでくれたらナイスです。それにしても伏兵を隠すようなこの人は。要襲、まさか今回も最後まで。ははは、そんなバカな。一石、縄文付近が怪しいと思うんだよ。ちょっと踏んできてくれないか。尊権もあげるのか。なんなら尊厚もあげますよ。ローラー作戦で伏兵を探します。尊権は兵力的にやや怪しいが。そう思いますね。馬食を踏んだら落ちちゃいます。というか立石は伏兵を探すんじゃ。いや、工場が欲しくなっちゃって、でもどうせ入らないので横スライドでよかったですね。いや、こちらこそごめんね。こんなはずじゃなかったのにな。己党員、よくも立石。あ、あ、そっちか。でもこれもまずいですね。尊権帰れるか、これ。なんと、帰れそうですよ。さすがは猛虎の始祖ですね。尊厚も戻したのはナイス。だが、また伏兵が残ったな。そして連撃開始です。この一撃が、獣の防御を打ち砕く。以前にこの方と当たった時は、天下統一戦で式上昇速度が上がっていたので、6連撃もされてしまったのですが、さて、今回は何連撃してくるのか。そして伏兵は踏めるのか。さすがに馬食は踏ませてくると思うけど。策、守った方が良くない。ダメ契約のために持ってきた策なので、当然守りたいんですけど、兵力優先で戻したな。王位も帰っていったので、乱戦で守ればいいじゃんって思いますね。ああ、結局全部壊された。まあ、再起で戻るのでいいでしょう。よくねえ。一石も復活、士気も溜まったので、この辺りで仕掛けますかね。大胆奔放、どこで貯める気だ。この辺でいいかな。もう少し前でも。というか、このラインで貯めるなら、策いらないじゃん。確かに。でも状況によるからな。と、ここで2連撃目ですね。この一撃が、獣の防御を打ち砕く。これで式8、ぶつかる頃にはもう1連撃、してきそうですよね。そしてここで孫策が詠唱完了。孫策、今こそ夕日の時。高等の孫波を、今天下に飛び立つぜ。孫策の大胆奔放は超絶強化。武力と移動速度が上がるだけでなく、長槍と豪装まで付与されちゃいます。神武の目覚めを一人でやっちゃうのか。そしてパパもこう、こうだけに。今こそ進め。獲物を狙う、猛虎のごとき。私、編集してて知ったんですけど、これ、移動速度も上がるんですね。軸にしたカードの効果読まないってマジ？そしてここで、最後の伏兵発見でん。この作戦、上昇も読めないさ。今回は全員踏めましたよ。尊権で踏めてよかったな。二度と蘇らない。ちなみに幸運の速度上昇ってどれくらい？ 1.1 倍ですね。主将機速度と同期か。まあないよりは。これもあるので、尊権パパの副将機は、青が優先される気がします。約 1.2 倍ってなると、体感でも早いかな。敵部隊を撃破できていないので、幸運の追加効果は全く発生していませんが、その分工場が入ってるぜ。いいんだよ、気にしないで。っていうか、長いな。こう、まだ続くのかよ。ふふ、ここからもう3カウント続くんですよ。え、めっちゃ強いじゃんこれ。まあこれは、デッキ相性もありますね。撃破がトリガーになる契約は、わらに強いんですよ、基本的に。僕の策が体力ほぼ満タンで切ってきたな。そしてこれで3連撃目。この一撃が、獣の防御を打ち砕く。
和食が増やした式を加味しても、色差はほとんどありません。どうする?舞台を戻すか?いえ、ここは攻めましょう。待機もありますからね。ここで引くとその流れでラインも上がりそうだしな。パパ、もう突撃マウントはいいや。ちょっとその辺塗って流星だけつけて帰ろう。あ、尊敬は返すのか。なんとなく。全て滅びればいい。はい、息子とひ孫が撤退しました。ひ孫か、孫じゃなくて孫権の三男である孫家。その孫家と柿の間に生まれたのが孫光です。年末の対戦クイズに出るかもしれませんよ。こういうの見ると頭がクラクラするぜ。これでもかなり省略してるんです。お相手は領収だけ出してないランストップ。この領収だけでも削っておけばよかった。あ、復活した策を叩かれちゃうのか。領収を削りつつサイド上がって、命尽きるまで戦った後に再起、の方が、時間が稼げたような気がしますね。さて、残りは26カウントだが、どう守っていく?お相手はもう、とにかく多いで縄文を、叩きたくて仕方ないでしょうから、そこを中心に守っていきましょう。具体的には?まず、一発は入ってもいいのでスルーします。これで4連撃、残りの式でもう2連撃できるか。ただ、他の計略を使いたいと思うので、おそらくこれで打ち止めじゃないかな。と、この位置で孫策の栄称を開始、有分込みで、なんとか多いと戦える武力になるか。ため時間が短くなったので、こういう場面でも使いやすくなりましたね。この計略、ただでさえ強かったのに、まさか情報されるとは思わなかったよな。勝率が出てなかったんでしょうか。セガ様のご意向なので、なんとも。高等の孫覇を、今天下に飛び出せ。で、ここから一旦城に戻して、他の部隊と一緒に出場します。で、号令を使って守るのか。問題はその号令なんですけど、これ、式7溜まりますかね?他の部隊が向上しないみたいなので、式7まで待てるんじゃないかという説が、一旦待ってみようぜ。お相手のホールは連冠、主将がややしづらくなりますが、大攻勢よりはマシかな。号泣とかだとちょっとまずかったな。あと数秒、どうだ?溜まるか?頼む、溜まってくれ。これはダメですね。全力全開で、あいつにカーズ!早期の打倒鬼シュート目は超絶強化、女性の武力を参照する目覚め契約です。陸石の位置が、仕方ない、尊厚頼む。真に救いを求める者、報いに破滅を与えよう。尊厚の落日への侮辱は号令、式相応以上に武力が上がりますが、最大式が3下がります。あと2秒だったんだがな。まあこういう時のためのサブ号令なんでね。というか、魅力があと一つあれば、号を使えたんですよ。実績を魅力持ちに変えればいいのか。消去かなと、ここでお相手が最後の言って。さあ、この薬を飲みたまえ。当然老いを回復してくるよな。大丈夫、引き続き孫策で乱戦しつつ、パパの突撃で倒してもらいましょう。内乱も入ったが、老いさえ倒しちゃえば、もう弱点はなさそうだからな。他の部隊にも向上されて、主将や孫策のために使うスペースを、奪われていたら、苦しかったかもしれません。はい、これで大丈夫ですね。よかったよかった。あとは残りの部隊を追い返して、試合を締めましょう。結構使いやすいな、4枚攻。今回は大胆コンポートのコンボで使いましたが、単体でも十分高性能な号令なので、汎用性も高いです。交代するとしたら、やはり陸石か。それか、サブ号令が不要と感じるなら、弓を開始時にしてもいいかな。ただ式後号令も便利だからな。筋肉を取るか、契約を取るか。対戦、ありがとうございました。明日から新バージョンの動画か?すみません、ちょっと未定で、もしかしたら明日も旧バージョンの動画かも。まあ、こればっかりはな。ご視聴